阪神1から5広島、10日、京セラドーム大阪。広島・森下正人投手、26、が、初めて阪神・大竹に投げ勝った。昨季からこの日で6度目の投げ合い、過去5戦はすべて森下に黒星がついたが、ようやくリベンジを果たした。阪神戦自体も22年4月9日に関東勝ちして以来、6連敗中だったが、それも止めた。 チーム自体も対大竹に初黒星をつけ、3位阪神に4ゲーム差をつけた。9回5安打1失点での完投勝ちで9勝目の森下は、大竹にずっと勝てていなかったのでと意識はしていた。昨日も点を取っていましたし、投手陣も粘り強く投げていたので、同じようにやったら勝てるんじゃないかなと思ってと粘りの投球。2回に失点したが、 長川投手コーチの助言もあってフォームを微調整。保守相澤のリードとも噛み合い、阪神打線を3回以降は1安打に封じた。新井監督も激勝だ。本当にナイスピッチング。9連戦のちょうど真ん中でブルペンも休ませてくれたしね。本当に大きいです。そんなに調子がいいという風には見えなかったけど、イニングを追うごとに修正して、さすがのピッチングだった。 11日に引き分け以上なら阪神の自力優勝が消滅そうなれば2位巨人がターゲットになり最速16日にも優勝マジック点灯が見える目の前の一戦に全力を尽く